どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベチです。今回は超高温の海洋星型惑星の新発見というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。太陽系外にある惑星は非常に遠くにある上に、恒星のように自ら輝きを放つわけでもないので、ものすごく発見が難しい天体です。そのため、つい近年までは太陽系外惑星というのは一つも発見されたことはなく、本当に SF の世界の存在でした。ですが、1992年に初めて、こういった中性子星 PSR-B1257+12 の周囲を公転する、系外惑星が発見され、その後1995年にもペガス座51番星という恒星の周囲を公転する、今度は中性子星ではなく通常の恒星の周囲に存在する系外惑星も初めて発見されました。その後は観測技術や、手法の進歩も相まって続々と新しい系外惑星が発見されるようになり、現在では実に、4000を超える系外惑星が発見されています。まあ、頻繁に新発見のニュースが飛び込んでくるので、もはや、系外惑星というのは当たり前の存在になってきています。そして、今回も新しく発見された系外惑星について解説をお送りしていくんですけど、今回は特に系外惑星の中でも主星に非常に近く、公転周期が短くて非常に高温となっている極端な環境を持つ系外惑星について掘り下げていこうと思います。太陽系で最も主星である太陽から近い位置を公転する天体は、ご存知の通り水星という惑星でして、太陽からの距離は平均で5800万 km ほど離れています。ですが、太陽系の外には水星とは比較にならないほど主星の近くを公転し、高温にさらされる惑星が多数存在しています。例えば、地球から白鳥座の方向に大体、650光年ほど離れたところにあるケルト9という恒星からわずか、500万 km 程度しか離れていない超至近距離を公転周期わずか 1.5 日で公転するケルト 9b という惑星が当てはまります。こちらのケルト 9b は現在観測されている系外惑星の中で最も熱い惑星であるというふうに考えられていて、なんとその表面温度は4000度を超えるというふうに考えられています。なので下手な恒星よりも熱い極限の環境を持っているそうなんですね。ケルト 9b は木星の3倍程度の質量を持つ木星型のガス惑星です。このような非常に主星に近くて、そして熱い木星型の系外惑星はホットジュピターというふうに分類されています。さらに、別の例としては、こちらの地球からカニ座の方向に、約40光年ほど離れたところにあるカニ座55番星という恒星からわずか、230万 km しか離れていない公転周期たったの18時間弱で公転する、こちらのカニ座55番星 E という惑星も有名です。カニ座55番星 E は質量が地球の 7.8 倍程度ある地球と同じ岩石惑星であると考えられています。まあ、ちょっとこのシミュレーションだとあのガス惑星っぽく映ってるんですけど、このような地球よりも巨大な岩石惑星はスーパーアースというふうに呼ばれています。先ほど紹介したケルト 9b のような木星型の惑星や、カニ座の55番星 E のような地球型惑星は主星から非常に近い位置でもこれまでにいくつか発見例があります。ですが、ちょうどそれらの中間にあたる地球の数十倍程度の質量を持った、海王星型の惑星についてはこれまでに主星の近くでの発見例がほとんど存在してないんですね。で、今表示しているのはこれは、公転周期が横軸で、質量やあと半径を縦軸に置いた、まあ、その公転周期と質量や半径の関係性をその系外惑星ごとにプロットしたグラフになっているんですけど、まあ、確かにその海王星程度の質量を持った、かつその公転周期がものすごい短い惑星というのは、まあ、これまでも発見例がほとんどないというのがわかります。このようなグラフ上において、公転周期が短い海王星型惑星を示す領域は、まあ、他の領域と比べてそのプロットがガラ空きであるということから、この領域のことは海王星砂漠というふうに呼ばれたりします。海洋星砂漠が存在する理由としては、惑星の大気が、まあ、主星の重力で奪われてしまったりとか、
あと、主星の凄まじい熱にさらされることで、プラズマ化して、そして宇宙空間へ蒸発してしまう、光蒸発という現象が原因だと考えられています。このような木星のような大質量の惑星であれば、まあ、蒸発してもしきらないほどの膨大な大気を持っているために、長期にわたってその主星の近くに存在し続けることができます。もしくは地球型の岩石惑星でも、まあ、蒸発するガスがそもそも存在してないので、主星の近くで安定して存在し続けることがこちらも可能であるというふうに考えられています。で一方で、海洋星型の惑星の場合は、ガスがその木星ほど、豊富ではないため、長い時間が経過するとガスが失われて地球型の惑星に変化してしまうので、存在する割合がそもそも低いんですね。このような理由で、主星の近くでは海洋星型の惑星だけが発見されにくく、海洋星砂漠という領域が存在するといったことになります。この領域にある惑星は基本的にこれまでは存在しないというふうに考えられていました。ですがこの度、東京大学の教授を含む国際研究チームが地球から260光年彼方で、ちょうど海洋星砂漠のど真ん中に位置するこれまで発見されてこなかった珍しいタイプの系外惑星 LTT97b という惑星を発見したと発表しました。まあ、ものすごいネタバレをずっとしてたんですけど、この LTT977b というのは質量が、だいたい地球の29倍程度ありまして、その半径が地球のだいたい 4.7 倍程度ということになります。なので海洋星を少し大きくしたぐらいのサイズの惑星であると考えられています。そして LTT979b の公転周期はたったの19時間ということになっています。で表面温度は1700度にも達しているというふうに考えられているそうです。で海洋星型惑星でその公転周期が1日を切る惑星というのはこれまで発見されたことがなかったので、本当にこれまで惑星が発見されてこなかったど真ん中の領域に当てはまっているというわけです。これまでは存在しないと考えられていた超高温の海洋星型惑星が発見されたということで、今回の発見は大きな意味を持っています。このような惑星が存在する一つの解釈としては、LTT9779b はこの恒星系が誕生してから20億年前ぐらいに誕生したそうなんですけど、ずっと最初からこの位置にあるわけではなくて、他の惑星に弾き飛ばされるなどして、例えばまあ外側の方から比較的最近にこの位置に移動してきたという説があったりします。もしその場合だと今後徐々にガスを失って地球型の岩石惑星に進化していくといったことになります。まあ、今後さらに LTT9779b の軌道や大気を調べることによって LTT9779b のような異例の海洋星砂漠に位置する惑星がどのようにしてその状態に至ったのかが理解されていくことでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の動画を毎日投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。